クーガの記憶、未確認生命体第0号、究極の闇をもたらすもの、ンダグバゼバが人間の大量殺戮を開始し、街は恐怖に包まれる。圧倒的な力を持つダグバに対し、仮面ライダークーガ、五代ユウスケが立ちはだかった。ゼロ号、どうしたの？もっと強くなって、もっと僕を笑顔にしてよ。一条さん、俺なります。凄まじき戦士に。慣れたんだね、究極の力を持つ者に。龍騎の記憶、ミラーワールドの戦いにタイムリミットが迫っていた。滅びの前兆としてレイドラグーンが大量に生まれ、人々を襲い始めた。仮面ライダー龍騎、木戸真嗣は幽閉された神崎結衣を助け出そうとしていた。しかしそんな真嗣の前に仮面ライダーオーディンが立ちはだかった。神崎結衣に構うな。どうしても結衣ちゃんは返してもらうからな。神崎結衣に構うなと言っている。レン、お前勘違いするな。俺は戦いに来ただけだ。ファイナルベント。はーとあー手応えがなかった。逃げたのか。